バドミントン、世界のトップ選手が出場したヨネックスオープン決勝は18歳のスーパー高校生山口と20歳奥原の日本人対決。第1ゲーム、画面手前の山口。ネット際に落とすドロップショット。9対6山口がリードします。それでもここから初優勝を狙う20歳の奥原が反撃。画面奥が奥原、積極的に前に出るネットプレーでポイントを奪います。膝の怪我を乗り越え決勝の舞台に立った奥原が第1ゲームを先取します。そして第2ゲームでは激しいラリー。スーパープレーで返す山口。しかし最後はミス。攻め続けた奥原がポイントを奪います。これまで山口との対戦成績は4戦4勝負けなしの奥原。多彩なショットで7連続ポイントを奪うなどリードを広げます。迎えたマッチポイント、高校生山口を破った奥原、大会初優勝です。お互いプレースタイルは違うので、それぞれの持ち味をこうどんどん伸ばして2人で引っ張っていく。